ラスカスバイディのぶチャンネルです。9月4日、今7時57分ですね。ルアンパバガンが3日目になります。今日はですね、ちょっと早めに起きまして、ルアンパバ名物、観光客の方にはですね、大人気の托鉢。僕ね、不信心なもんで、托鉢って見に行ったことはないんですよ。で、まあね、昔は朝まで飲んでて、バンコクで朝帰りした時に、もう托鉢始まってて、もう托鉢始まる時間かよなんていう感じで、見かけることはあったんですけども、その托鉢を見ることを目的に動くことはなかったんです。今回、ね、カメラ回し始めて、これネタだから撮っとかなきゃと思って、初めて見てきました。面白かったです。でですね、この、今、今日泊まるか、3泊、今回3泊で帰るつもりなんですけども、この宿ですね、ここの部屋。この部屋ですね、すごく居心地がいいんですね。で、この居心地がいい、旅行者にとって、ものすごくね、宿泊施設っていうのは、重要なポイントだと思うんですよ。なんで、旅行動画なのかな、これ。旅行動画の中でですね、一つ、宿泊施設の紹介するのも悪くないんじゃないかと思って、宿の周辺ですね、メコン川の様子ですとか、あと、ちょうど到着、今ね、もうこのカメラ映ってないところで、ね、僕の私物がもう散らかってるんで、ちょっともう今の状態でカメラ回したらもう全然ダメな感じなんで、ちょうど到着当日ですね、到着した時に一応カメラ回してたんで、その辺をこう合わせて、宿紹介動画を作りました。ご覧ください。メコンの渡し船。そして向こうには、カーフェリーが。カーフェリーってね、どうよ。風情がありますね。渡すのにどうだろう、5分ぐらい、10分ぐらいで渡るのかな。ね。そして、これを下るとね、こんな感じで、船に乗ることができます。船着き場ですね。そこ、今、そこに見えるのが、先ほどのマーケットの入り口ですね。で、今、メコン側に来てます。ここもちょいちょい利用する雑貨屋さんですね。なぜなら僕の常宿から近いからって感じですね。ね、どうこの近さ、メコンからもうバリ近ですね。よっしゃ、着いた着いた。着きました。常宿に着きました。ですね、現在ですね、疲れた。現在、
16時30分過ぎです。10、11、12、13、14、15、16時、7時間、やっぱり7時間ですね。うん、まあこんなもんでしょう。ですね、なんでここの宿をですね、僕が常宿にしてるか、それがちょっとここがポイントなんですけどね。これ駐輪場があるんですね。駐輪場があるんですよ。で、この門もですね、自由に開け閉めできるんで、で、ものすごい売買にとってはこのね、ここのエリアと、この門がね、すごくいいんです。うん、それでは室内の方ご案内しましょう。レッツゴー。まず外観からいきますかね。そこに見えるのがメコン川です。メコン川からですね、どう50メートルくらいですかね。50メートルぐらい離れているんですかね。川沿いです。川沿いのですね、ポンマリーっていうのかな。ポンマリーゲストハウスですね。ポンマリーゲストハウス。すごいね。木造の2階建てが2棟。で、こんな感じで、僕はいつもね、ここの左側のですね、この7号室、これですね、7号室を利用しています。風入るってだからね。こんな感じのですね、まあもう必要最低限なんですけども、ってなんかこんな化粧台っていうんですかがあって、まあアメニティなんていうのはね、まあゲストハウスなんでないですね。けど冷蔵庫あるしね。まあ、ファースト入ってねえけど。で、テレビがあって、扇風機があって、換気扇、エアコン。快適に過ごすのに、なんていうんですか、必要なものは、ね、最低限があるしね、揃ってます。そしてですね、石鹸とシャンプーありますね。はい。まあ、これね、標準的な東南アジアの、プライベートバス付きの個室の中ですね。全くもっと問題ないです。そしてですね、ここの魅力ね、これ、混合線なんですけど、本当に外付けの、多分ね、電気ボイラーなんですけどね。ものすごい勢いで熱いお湯が ふんだんに出てくるんですよ。これね、冬の時期ちょっとブランプマン来るとがもうガチで寒いんで、で、ここの宿のシャワーの強さの魅力でですね、僕はここを、利用するようになりました。もう何回 ?10 回ぐらい泊まってんのか。10回は来てないかな。まあけど10泊分ぐらいしてますね。それでは、荷物を入れてですね、シャワーを浴びたいと思います。こんな感じですね。ルアンパバン、いらした際にはですね、こちらのポンマリーゲストハウス、いいやつですよ。で、客室は全部でね、12部屋かな。こじんまりとした宿なんですけども、お母さん、お父さんね、なかなか穏やかな方で、すごく居心地のいい、でもロケーションもいいしね、おすすめです。ご利用ください。この動画はこの辺で終了します。ご覧いただきありがとうございます。